禁断のお金持ちになる願望実現ギャフアファメーションをやった結果、すんごいことが3日以内に起きちゃったよ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だす、 Oh my god、よっぴーたかぴー、吉川たかひろ、高次元調律チャララン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 ひげ悟りマスターでございますけどもね、今日ぐったりしてます僕もうね。なんでかっていうとね、前回、昨日シェアした、いやよいやよも好きのうち、〇〇〇〇になりたくない、〇〇〇〇にしたくないとかね、あの逆説的なアファメーションをすると、実は人ってね、今から変化をしたくないとかっていうのが潜在意識の中に刷り込まれてるから、そこがこうありのままそっくりそのまま受け入れられて認められて愛されちゃって癒されちゃって、ワンネスラーブってことが起きて、あのふわって体がして、で、あのその願望が叶っちゃうよみたいなね。もうなんかまた長嶋監督みたいになっちゃったから、もう言ってること分かんないかもしれない。分かんない人は前回の動画を見てくださいね。で、まあ、かなり反響もありましてね、コメントの数も多くて、コメントの中でも早速ね、現金というかね、お金が、臨時収入が入ったっていう人がいたりとかね、体がやっぱり楽になるとかね、LINE の方でもあのメッセージをいただいたりとかしてたんですけども、僕はね、昨日の動画って4日前に撮影して、でその時に降ってきたアイデアだったんですけど、そこからアファメーションしたんですよ。大金持ちになりたくないとかね、3回ぐらい成功したくないとかね、人気者になりたくないみたいなね。でこれね、コメント欄にも昨日書いてくださってた人いたんですけど、もうこれ以上仕事をしたくないとかって思ってると、すごい仕事が舞い込んできて、残業させられまくるみたいなね、そういう経験って皆さんないですか？もうしたくないって言えば言うほどなぜか舞い込んできてしまうみたいな。で僕これはちょっとグーパンチ覚悟で言ってもいい？別にこれ本当自慢とかじゃなくて、すごい苦しい時期があったんですけど、僕ちょっと引き寄せ界隈、引き寄せの法則がすごいブームになって、そういうイベントにちょっとまだ当時僕が足を運んでた頃、2014年とか15年とか、その頃ね、僕ちょっとえげつないぐらいそういう界隈に来てる、イベントに来てる女性からすごくモテたんですね。もうグーパンチ食らう覚悟できてるからもう言っちゃうけど、で本当にしんどかったんですよ。なんかね、ちょっと変な感じの好意の持たれ方というか、普通そんなになんか失礼な感じで人を好きにならないでしょみたいな、なんかみんなね、引き寄せなんか、なんていうんですか、もう全員引き寄せ難民なんですけども、僕から言っちゃえば、その時の人たちって、僕もそうだったし、でもう強く願ったら叶うんだみたいな、もうむちゃくちゃな感じなんで、なんか早朝に僕に電話してきたりとか、もうちょっとストーカーじゃないけど、なんか えげつない感じの好意の寄せ方をされた時期に、本当に気持ち悪くなった女性が、でただでさえ失恋して、ブロークンハートしてる僕にとってはもう鬱陶しくてしょうがなかった時期があったんです。でもうモテたくないって思えば思うほどモテちゃうってね。ここ別にカットでもよかったかな、別にね。さっきのそのコメント欄の人の例だけでもよかったかもしれないけど、まあ、とにかく、まるしたくないって思えば思うほど、なぜかそれが入ってくるみたいな現象を思い当たるって人は、このアファメーションすごく役立つかも。で、僕何が言いたいかっていうと、4日前に発案して、その3日間ね、アファメーションを結構唱えたんですよ。別にそんなにしつこく唱えたわけじゃなくて、なんか、ちょっとこうもやっとする感情が出てきたりとか、ちょっと不安が出てきたりとかね、した時に、お金持ちになりたくないとかね、成功したくないとか、まあ何もしたくないみたいなのもね、唱えたりとかしてたんですけど、で、その中で3日以内に大金持ちになりたくないっていうアファメーションをね3日以内に大金持ちになりたくないっていうアファメーションしたんですよね。その結果、アファメーション始めて3日目にとんでもない資産家の方とうちの奥さんがご縁がつながって、僕その方に今日会ってきました。まあ、急遽ちょっと予定を変更して、それはじゃあ行ってみようっていうことでね、行く時もすごい億劫なんですよ。何せお金にブロックありまくりですからね、僕は本当お金持ちって僕汚いやつらしか知らない、本当に正直だから、もう素直にハートフルオープンフルティン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 人生なんでね、僕は。その自分に素直に正直になると、本当お金持ちってなんかケチくさいというか、そんなに成功してるんだったら、成功してない人たちにもっともっとこう分け与えるような精神ねえのかよみたいなね、
いやお金持ちの人にとってはなんかそんなお前頑張れやって言うかもしれないけど、だったらこっちからしたらじゃあ自慢すんなやっていうぐらいのね、僕本当にそんぐらい嫌いなんですよお金持ち正直ね、もうはっきり言っちゃうけど。でその3日間なんかアファメーションね、お金持ちになりたくない、お金持ちになりたくない、3日以内にお金持ちになりたくないってアファメーションしてたら、本物のなんか豊かな人に会えないものだろうかっていうのをね、ボソッとつぶやいてたんですよ僕の奥さんの前でね。そうだよねみたいなことをね奥さんが言ってたら、今日ね会っちゃいましたね。本当にお金持ちってだけじゃない、豊かな人なんですよ。精神的にというか在り方っていうもの、ある意味なんか悟りみたいなことを言ってたんでね、やっぱ観察してますよね、お金っていうものは何なのかっていうのをよく洞察してるというか。で僕最近ほら悪い習慣経つと欲しいものがね、本当に欲しいものが入ってくるみたいな話してるじゃないですか。だから同じようなことをやっぱり言ってるし、無駄なお金を使おうとするわけじゃないんですよね。で必要なところにこう与えていくみたいな、だからお金で困ってるような人たちが豊かになるようなことを出し惜しみなくシェアしてる。ちょっとね具体的にはこういうことしてる人、ああいうことしてる人っていうのはちょっとここではやっぱさすがに言えないんでね、それは僕のセッションとか来てくれてる人にはちょっとシェアしようかなと思うんですけど、まあでも7割方はちょっとここでねシェアしてるんで、まあちょっと興味のある方は個人セッションとかにちょっと顔合わせてる人じゃないとね、これはちょっとハートトゥーハート、まあもちろんね動画見てくださってる人のことも信頼してるけど、ちょっとやっぱりこれ対面でコミュニケーションを取ってる人じゃないとちょっとシェアしづらい内容なんで。ただそんなことがこのタイミングで起きるかっていう感じで起きてるし、やっぱりね逆アファメーション、いやいやいやもう好きのうち丸々したくないね、通称逆アファ、これバイヤーなんじゃねっていうことがね改めてお伝えしたいこと。でコメント欄にねやっぱりね最近すごく毎日のようにね書いてくださってる方の洞察もやっぱ素晴らしくて、人って結局認識してないものを欲することがまずできないんですよね。その方はほらカツ丼がね食べたいっていう衝動が起きるのは、カツ丼がこういう味がして美味しいからって認識があるから、認識があって初めて願うってことができる。でそもそも知らなかったら、カツ丼の存在自体が分からなかったら願わないわけなんですよ。で僕は本物のお金持ちになりたいとかね、豊かになりたい、本物のっていうのがすごいね自分の中になぜかあるんです。でんなね、そんな僕の解釈の付け方だから、極論はね本物も偽物もないんだけど、僕にとっての本物っていうのは分かち合う、これ僕のテーマなんですよ、もう分かち合うっていうこと、もう自慢話はいいんだと。だから僕のスピリチュアル SKO 時代ね、スピリチュアルノックアウトね、違うスピリチュアルクソくらいおじさん時代って言い方でもいいんだけど、そのなんていうの、みんなの前で語ってるスピリチュアルリーダーたちがもうすごい幸せというかお金とかすごい儲けて有名になってる姿は分かったから、みんなにもやれる方法をシェアしろやっていうのが、それはね僕ねスピリチュアルのリーダーだけじゃないんですよ、もう今までの人生でもやっぱそこがすごく強いので、それを欲してる人なんですよ。でそれが何たるかを僕は知らなければ願うことを絶対しないはずなんですよね。でいろんな人に会って、これじゃないんだよな、あれじゃないんだよなって、これじゃないんだよな、あれじゃないんだよって、なんで俺は知ってるんでしょうかって話なんですよ。だからもともと本質的にそれを持ってきてるんですよね。だから願いって本当に叶うんですわこれね。だから逆アファメーションはそのなんかね壁をポンとこう打ち破る自分っていうものを変えずに、ありのままそっくりそのまま受け入れて、本音でね何が本当は欲しいのか、欲してるのか自分がっていうことで、その願うものを知ってるっていう時点で叶うっていうことね、それをこう気づかせてくれるようなね、すげえスーパーメソッドだったっぽいんで降ってきてね、パッてみんなにシェアして、パッてみんな乗っかってくれてね、たくさんいいねとかもしてくださっててね、ありがたいんですけどね、コメントも素敵なコメントがたくさん集まって、で僕にとってはこんな出来事が起きてね、すごい今日疲れました本当に、不慣れだね、そんな本物の豊かなお金持ちっていうのはね、実際目の前に現れるともうどうしていいか分かんないから、なんかぶん殴っちゃおうかなみたいな、よく一番よく分かんない選択肢を選びそうな感じでしたからね。お風呂ね沸きましたね、まあ、そんなもんなんで今日はねお家で録画をしたわけですけども、前回にお伝えした逆アファメーション、いやいやいやもう好きのうち〇〇〇〇したくないの
実践結果、まず第1弾ということでシェアしてみました。今後もね、また変化経過があれば動画でちょっとお伝えできる範囲であれば、もちろんシェアをしていくんで楽しみにしておいてください。では皆さん一緒にご唱和お願いします。オーマイ、今日は慣れない本物の金持ちに出会っちゃって、自分の中のお金に対する価値観がバーンぶっ壊されて、そうなんだよ、これなんだよなっていうのを思いながらもすっごいマインドはヒヤヒヤ怯えてるヨッピー。ゴッド、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴までもなんでもなくなってるわ。可愛い子今日も行っちゃうぞ。バイバイ。